はい、じゃあまず、じゃあ今回はね、ヨッピー選手を見ていきたいので、ヨッピー選手4番ですね。右下のマップ4番。螺旋3人で取りに行く形。なんかデトネーターは今回なんか螺旋とか拠点をこう3人で取りって他を1人ずつ抑えるっていうのがなんとなく多かったような気がします、シーズン2は。はい。ですね。重く巻いて3人で、これはベース取りですかね。よっぴーだけ打線に引いて1人見てる。これも多分、ショーラから抜けてきて、ケツからやられんのを防止するために多分1人ショーラに残、螺旋に残って、ショーラを多分見てるんだと思います。で、ここで2番、アンコ中毒選手が、螺旋から C4 を持って寄ってきた。この2キル。この3キル。いやー、やばいなー。変わらずヨッピー選手は、螺旋で1人、ショーラから後ろから入ってくるのを見ている形ですね。釈迦さんは多分これ単純に後で、センターにいるやつを後で食おうと思って多分いる感じかな。いや、本当になんかデトネーターはこのヨッピー、ダークヨッピーの動きが本当にやばいと思います。なんか、継承を略しちゃってごめんなさい。はい。今度、ヨッピーさんが一人で、ヨッピーさんっていう言い方も変だな、なんか。ヨッピー選手が一人で、螺旋多分これ、ショーラまでクリアして、引いてくる感じですね。ですね。は多分、ケツ詰められないようにかな。なんだろう、それは安易な考え方な気がしないでもないけど。まあそんな感じでしょう。多分一応螺旋にいるよっていうアピールをしに、アクションをしに行った感じですかね。で、ここで油田合流と。まあやっぱダクトは1人で入るのがいいですね。2人以上で入るにはやっぱり狭すぎる入り口ですね。はい、ここで人数かけて入っていきますね。で、まあ、中を4人で制圧して、後ろから1人を釈迦さんが抑えてると。感じですね。いや、ヨッピー選手やらしいっすね、この位置がね。この微妙にちょっと前に出つつも先見えの位置で待ってるっていうのが非常にやらしい待ち方でした。はい。第3ラウンドですね。2本取ってデトネーターが有利な状態で、螺旋2人に、センター3人っていう、攻め方をして、まあ、ヨッピー選手はさっきのラウンドと同じく多分、螺旋をこう将来までクリアしていく動きをしている。ただそれが2人で押してるか1人でいってるかの違いかなと思います。まあ、今回はどっちを押そうかっていうところで多分あの人数の書き方が変わってきてるんですね。はい。そんな感じで。センターで交戦して OP さん死んじゃいましたね。はい。で、こっから2 on 3ですけど、じゃあ、こっから、じゃあ、ヨッピーさん死んだら生き残ってる誰かをちょっと見ましょうか。ね、じゃあ、僕、ライフル戦なんで、アンコ中毒選手をね、ちょっと見たいと思いますけども。いや、でもこれ、きついなぁ。死んじゃうよなぁ。やっぱそうだよなぁ。あの位置、内藤さんですね。内藤選手、結構、やらしい ポジで待ってましたね。うわ、やば。作戦は失敗いだ。や、今共にの聞かせ当てよ。るか。いや、これがね、デトネーターのスナイパーですよ。本当に、もうすごいな。いや、あれを当てちゃうところがね、いやらしいですね。で、今回、螺旋3人、1ラウンド目と同じような動きですね。やっぱ油田を釈迦さんが1人で、抑えて、センターを2番のアンコ中毒選手が抑える。で、螺旋側を3人、上海さんと、ヨッピーさんとサヤテさんで押すと。
という形ですね。で1ラウンド目とほぼ同じ動きですね、これね。ショーラに抜ける。で、ヨッピ選手、ショーラまで行きかけて、螺旋に引きまして、多分これ庭から出てくるのをまた待ってる。1ラウンド目とほぼ同じ動きをしてます。はい。配置もそっくりですね。で、アン56選手が同じように螺旋から帰ってくる。多分これ作戦で前から多分テンプレートで多分作ってたんでしょうね。ね、多分、ここで1人削られて螺旋を引く形に、押し返されてしまうという形ですかね、これは。で、1、2側アクションして、これは2側多いぞという判断で、1側押そうってなったんですけど、相手ももう、寄っていったのにか、敵が引いていったのね、デトネーター側が引いていったのを感づいて、サンシスター側も1側に少し人数をというか、まあ、4人、ああ、でもこれ1人、俊二さんが見えてないんで、ちょっと分かんないですけど、まあ、これ多分、1中は3人いるのかな？多分そういう感じだと思います。どうなんだろう。あ、でも俊二さん、AK か。なんかストライカーの時は、なんか庭でイモってた感じが、イモってるってか、右側に張り付きで待ってたような感じがしたんですけど、これは多分1中にいたんじゃないでしょうか。はい。で、最果てさん1人で、2側のアクションに行ってますけど、サンシスター側は惑わされずに、1側3人かけてましたね。3人かけてるのかな？多分3人かけてるんでしょう。ぽいですね、多分。で、ここでうまく寄ってきて、アンコ中毒選手がやられてしまうという感じですね。あ、ごめんなさい、なんか全然ヨッピ選手、全然トレースできてないですけど、基本的にヨッピさん、今のところインドは、螺旋を行くっていうスタイルが多いですね。はい。これは、センター部屋から、多分これ、センター爪を釈迦さんが見てて、油田3人で取りきてる感じですね。多分これ油田階段まで取りたいんでしょうね。で、ヨッピ選手、目体で UAV 覗いて見えないぞということで、これで、油田階段のエリアは取れたというふうに判断したんでしょうね。で、まあ、実際取れてるので、でここで釈迦さんが、油田階段を抑えることで、油田と、階段はまあグレーなところですけども、油田はもう取れてると。で、階段まで1回クリアリングをしているので、なかなか敵としては、サンシスター側としては入りづらい形になっています。で、1側に行っていた3人が、今度2側を、プッシュし始めました。やっぱり、先頭はヨッピー選手が、行くパターンが多そうですね。たまたまなのかもしれないですけど。で、その後を追い抜くような形で、毎回ここに、木を焚いてから、ヨッピーさん、が置いているその後ろから、他の2人が出ていくという形が多そうですね。はい、やっぱ俊二さんやっぱストライカー持って、庭で待ってましたね。ヨッピー選手がいい飛び出しで、はい、来ました。まあ戦闘で飛ぶ役割っていうのは基本的にポイントマンが多いのかなというふうに思うんですが、ヨッピー選手一応ねポイントマンもやられるので、まあライフルマンでも同じような動きができますよということなんでしょうかね。はい。まあ、クラーケン、ジャンプで、まあ、近距離なら倒せないこともない武器なので、多分そういうことなんだと思います。はい。一旦、庭まで詰めておいてから、そこをエリア取りができたということで、今度、一号また揺さぶりをかけつつも、詰めていくという形ですね。はい。なかなかうまく、接本で、守っていますね。はい。ここで最果て選手と釈迦選手が2人残る。木をうまく使って入ってきましたね。いや、これは強い。いやー、強いですね、釈迦さんは本当に。いやー、これはまあ、いくら、ね、日本一スナイパーといえど、日本一スナイパーであってんのかな。まあ、誰が日本一かとかまず難しいところですけども、日本一クランデトネーターの、スナイパーということですね。はい。その
日本一のクランのスナイパーでも、難しい局面ということだったのでしょう。はい、というわけで、6ラウンド目、このラウンドを終えると、折り返しになります。またこれは2ラウンド目ですかね。この試合2ラウンド目と似たような動きになってます。はい、ヨッピー選手が1人で、小螺旋までクリアしに行く形、内側に2人、センター2人という形ですね。はい、まあ、この多分最果て選手がこのダクト下で待つという形が多分1攻めというか、まあ、内側を押したい時のテンプレートなんでしょう。ポイントマンの利を生かして、ダクトから侵入するタイミングを見計らってという形ですね。はい、油田からアクションが入って、もうすでに中にこれは4人多分いるんじゃないでしょうかね。俊二さんの凄まじいショットライカーが、ね、火を吹きますけども、ここをデッドネーター側としては引くわけにはいかないということで、サイアツ選手ダクトから、入っていくんですが、3人、2人ですね、一中にいた2人に、うまく止められてしまうという形です。サンシスター側2本リードで折り返しになりました。はい、今度守りですね、デトネーター。今回、ダークヨッピー選手のトレースなので、また同じく4番ですね。はい、見ていきたいと思います。そうですね、これは多分デトネーター側としては、1にすぐ寄れる形を作っておきつつも、2も、比較的に厚めにできるという形を取っているのだと思います。はい、多分あのヨッピー選手が引き目で、ロング上がりだけを見ていることによって、内側にすぐ寄ることができる。なおかつ、2番のアンコ中毒選手もクランクで待機することによって1側にもすぐ寄れるし、2側にもすぐ寄れるという形が出来上がっております。はいですね、内側が押してこないぞということですが、まだね、一応引いたという確認ができてないので、多分この2人、1番の、上海選手とヨッピー選手が、この油田階段を見ているという形ですかね。あ、これ上海選手はあれですね、ダクト見てますね。はい、1-1 でダクトと油田を見ていくという形でしょう。で、ここで入ってくるんですが、上海選手いい反応をして、ヨッピー選手とクロスを組んだことによって油田階段から3人入ってきた、サンシスターうまく止めることができました。はい、ヨッピー選手は、ここで、ダウンしてしまうんですが、人数有利の状態で、相手が設置せざるを得ない状況を作り上げることができました。この状態だと人数有利の状態で取り返しができるので、非常に、デトネーターとしては有利と言いたいところなのですが、まあね、1中取り返しも結構難しい、マップですので、ですがちゃんと綺麗に取りましたね。はい、さすがこの、やっぱデトネーターは僕の個人的な印象としては、この取り返しというか守りの強さが非常に際立っているチームなのではないかというふうに思います。はい、取り返し非常にうまいですね、デトネーター。はい、デトネーター守りで1本取って、あとなんか感染がなんか待機ルームに戻るエスケープキーを押したっぽいですね、これね。はい、これは油田を、3人かけて、先に取りに来た形ですね、デトネーター側。ヨッピー選手すぐそのまま引いてダクトクリアリング入ってます。油田出てたシャガ選手がやられてしまう。ここで、最果てさんが寄ってきますね。はい、まあ、守りの解説っていうのは非常に難しいんですけど、まあ、なんて言うんでしょう。後手後手に回りがちな守りですが、うまく敵の動きを読んで先手に、持っていく。先手に、こう先手先手でこう手を打っていくことができると、うまく守れるのではないかというふうに思います。はい。これはロング2人で行ってますね。1番、2番、上海選手とアンコ中毒選手ですね。ここで小羅で多分顔を出してる。荷中に来るんじゃないかという予想で、多分この2人は多分荷中を出てるんでしょうね、わざと。
多分そうだと思います。これ、多分3番と4番で最果て選手とヨッピ選手が多分油田階段の手前で、結構前気味で見てたので、多分油田階段をクリアして、時間と見て、人数等で多分読みで2側だろうということで、多分あらかじめ1番と2番上海選手と、あんこ中毒選手を引かせておいたのではないかというふうに思います。はい、この3シッター待ち、これエロいですね、これね。はい、2人、ここで構えてます。クランクから取り返しに行くのは非常に難しいですね。はい、スナイパーが基本的に置いてるラインなので、難しいのではないかというふうに思います。で、今の取り返しもね、ラスト残ってるのが、スナイパーなんで、ストーカー選手ですかね、これは多分スナイパーなんで。そうですね、ストーカー選手が、残ってたので、これストーカーって合ってたよね。そこ不安になるか。残ってたんで、スナイパーだったので、多分戦闘、多分ヘルスのある方がジャンプ、先にジャンプして、入っていった感じですね。で、あとあともう1人ヘルスのない方も飛び込んで、2人で、一気に正射で倒すという取り返しでした。はい。本当にデトネーターはこの設置後の取り返しが非常にうまいチームだと、もう何度も言いますけど、思います。はい。で、さっきのラウンドと、ね、1個前のに、ラウンドとね、非常に似ているんですが、今回、ロング上がりを見てるのが、最果て選手ですね。はい。なんか実況っぽくなってきちゃってる。まあまあ仕方ないですね、これはね。はい。で、基本的には多分、オーダーであるヨッピー選手が1中に入るという形が、多分テンプレートというか、それが多分一番動きやすい形なのではないかなというふうに思います。1側はやっぱり取られると結構しんどいので、開幕ラッシュが来た時にオーダーであるヨッピー選手がすぐに追ってくれというオーダーを出せるという点で、多分1中にヨッピー選手という配置なのでしょう。単純に勝ちポジ云々もあると思うんですけども。はい。いや、シャカさん強いっすね。これですよ。本当に。で、まあ、うまく、ここで止めますね。はい。作戦は非常失敗にだ。本部に帰還だ。守りの堅いですね、デトネーターは。基本的にここまでのヨッピー選手の動きとしては、攻めでは基本的に螺旋側を詰めていく、2側押しの場合は、螺旋から、一旦ね、ショーラ側に2人押すために、ヨッピー選手1回2輪をロックした段階で、木を撒いて、ショーラに抜けて、2人で、ショーラをクリアの後、その後、2輪に入っていくという形を取ってましたね、攻めの場合は。で、1側押す場合は、あらかじめ1側の人数、まあ、開幕で押す場合の話ですね。開幕押す場合は、ヨッピー選手が1人で、螺旋を上がっていく。木を撒いて UAV でクリアリングした後、庭を、まあ、引くシーンが多かったですかね。そのまま引いて、1側に加勢するという形が多かったのではないかと思います。で、ヨッピー選手、やっぱりその設置後の動きが非常に、いい動きをされてるので、そこをやっぱ参考にしたいところですね。はい。待ち方が、非常に上手です。設置後の時間の使い方だったりとか、非常にうまく有効的に使っておられるので、まあ、ぜひともね、ライフルマン、ポイントマン、上手くなりたいなという人は、ヨッピー選手見習っていただければというふうに思うんですけども、何様だって話ですけどね。何様だという話ですけども。はい、ここもね、うまく一中クロス組んで止めました。作戦は失2敗だ。側、本1部に側帰です還ね。だよ。1側ラッシュしてきたんですけども、うまくクロスを組んで、最終的に一中に4人入って止めるという形になりました。非常にデトネーターの守りは硬いですね。で、ロング2人で上がるのは割と普通みたいですね。最近ゴールドになりたての私にはね、なかなか
自分のマッチ中には見られない光景ですけども はい、やっぱ1側2人置いて、ロング2人で、まあ、開幕上がるんであればロング2人で押すっていうのが、常識じゃないですけどね、まあ、デトネーター的なその守り方っていうところのロング上がりなんでしょうね。はい。で、すぐ引いてましたね。はい。で、ここで、これは多分あれですね、デトネーターの練習動画があるんですけども、それの時にやってた守り方なのではないでしょうか。釈迦さんと暗号中毒選手ですね。はい。で、サヤハテ選手寄ってきました。これは多分2側でグレネードとのね、アクションがあったので、一旦寄せようという感じなのでしょうか。多分この攻め守りの判断、押してくるだろうという判断、多分グレネードの数ではないでしょうか。オフラインはやっぱ足音とか聞きづらいとかっていう話を聞くので、多分グレネードの数だったりとか、その決め打ちの仕方だったりとかで多分判断してるんだと思います。タイミング見計らって入っていきますが、3人、すでに田舎3人入っ作戦ていは失敗て、だ。全員本部に帰還せ止よ。められましたね。はい。非常に強い試合でした。はい。動画の途中でちょっとまとめっぽいこと言っちゃったんですけど、どちらの1側も2側の攻め方も非常に綺麗な、設置ポイント取りが見られて、まあ、なんて言うんでしょう、さすがランカーというか絶対王者だなという貫禄を感じさせられる試合でしたね。守りに関しても非常に鮮やかな取り返しとラッシュ止め、安定感がありましたね。はい。オーダーを務めるという点でやっぱりその味方を死なせないフォローの仕方だったりだとか、オーダーの出し方、非常に上手な選手、まあ、すごく上から目線の言い方になりますけども、上手な選手、ダークヨッピー選手なのではないかというふうに思います。1試合目。